敵は二強にあらず、みなぎる血潮に湧く男児のプライド、女系一族に待望の国王となれ、シュバルグランの津田城主です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。春の天皇賞、はい、G1 に手が届きそうなところに来ている中でも、はい、僕から見たらちょっと最もチャンスのある条件かなと思ったりするんですが。そうですね、日本の中では多分春天が一番近いと思いますね。といっても、非常にメンバーが強くて、強いですね。はい、その中でも二強と言われる北サンブラック、佐渡のダイヤモンド、ちょっと対戦成績としてもさすがに分が悪い感じがありますよね。はい、そうですね。それはね、仕方ないと思うのではあるんですけど、それでもね、去年と比べても力つけてますし、演奏を使って良くなるだろうなという状態で使ってやっぱり良くなってるので、相手も多分上積みあるでしょうけれども、条件も良くなることですし、前走里のダイヤモンドに負けてしまいましたけれども、U1 ジョッキーも終わってから悲観するような内容ではないと言っていましたが、津田さんもやはり同じような見解ですか。そうですね、まだ上積みあるだろうという状態で使ってるんで、しかしどうでしたか。いや、乾杯は乾杯ですね正直、逆転するとしたらどのあたりに手応えありますか。前後の位置すぐ後ろ突かれるとやはり分が悪いですね。ということはちょっと早めに仕掛けるような形。そうして封じないと、多分後ろからさせるとも思わないしっていうところですね。昨年の阪神大賞典は本当に早く動いて長い足で非常に強い競馬してますもんね。そうですね、メンバーも違うし道中の流れも違うので、ハーツクライサンクは勝ち馬こそ出してませんが、例年、シュバルグランも含めて馬券圏内に来てますから、長い距離はやはりね。そうですね、向こうの里の比較すると、ディープサンクよりはハーツサンクに分がありますよね。今までは今まではそうですね、なんでしょう、父の DNA を考えた時にも、あのディープインパクトがやっぱり最初に負けたのがこのハーツくらいのレースでしたから、なんかこう刻まれた DNA で逆転できへんかななんて思ったりもするんですけど ね、そういう何かアルファがないとね。中間良くなってきたというお話もありましたが、状態としてはもう自信を持って送り出せそうですか。そうですね、また一段階上ってる段階ですね。京都コースも問題はないですね。それは問題ないですね。ハーツクライサンクでどっちかに分かれるみたいで、お父さんもあんまり京都の下り坂が良くなかって、でダービー場になったワンアンドリーもやっぱりちょっと下り坂が良くなかったりするけど、この方に関してもね、関係ないですね。じゃあ先ほど言葉もありましたけれども、シュワルグランが二強に、そしてサモの場合は本当に逆転するとすると理想的な流れというのは。そうですね、とりあえず北さんのすぐ後ろは取りたいですね。そこですか、まずは。そうですね、北さんを任すためにもそこは取らないとダメだし、北さんがもっと控えるんならそれこそ北さんの前でもいいぐらい。そうか、北さんの他に前引っ張るのがいるんなら、その前でもいいぐらいと。そうですね、でも横綱競馬、チャレンジャーですけど競馬内容としては横綱競馬みたいなやり方で、そうですね、北は吹かせれるかっていうところですね。じゃあそうですね、激しく残るんですね。じゃあそれでは最後にちょっと抱負をお聞かせください。そうですね、もう本当チャレンジャーですけど、馬も厩舎スタッフも一発やってやろうとは思ってるんで、期待して、あと1週間、期待できます。ありがとうございます。一族としても本当にボバで G1 をなんとかね、そうですね、買ってもらいたいですし、なんでしょう、やっぱりちょっとね、男びいきなとこが、オスウマびいきなとこがやっぱりあるんで、なんかちょっとこう女系分一族になってるところがね。お姉ちゃんと妹にね、ちょっと頑張りすぎられて。だって決して
ね、弱くもないし、ね、実績も十分あるけど、ね、上と下がすごいから、ね、なんか愚形愚底みたいに思われてしまいますよ、このままやったら ね, ね, ね、うん、強い大関ですからね。そうですね。、はい、なんとか稀勢の里のように横綱になられることを、はいはい、期待しております、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。津田助手でした。